毎度こちらです。ライカ R 用の 19mm 超広角ですね。324万台カナダ製になります。フード、純正のフードがついてます。ただこのフードつけますと微妙に角が蹴られるような気がします。これもともとですね、当時から言われてましたけど、なんとなく四隅が蹴られるというか周辺光量がすごいようになります。これはこのようにちょっと引き上げてひねると外れます。スーパーアンギュロンみたいなフードですね、形は。ただ非常に大きいです。多少使用感ありますが、ひび割れなどはないですね。こういうの後から探すとね、大変なので、まあ、ついてるとありがたいです。あとフィルターはなんか健康の良さそうな薄いのがついてますので、そのままお付けします。ルマリート324万台、外観、まあ、ちょっと擦れてますし、使用感がある感じですが、まあ、ひどい、汚いとか、へこんでるとか、そういうのはないですね。ヘリコイドも非常にスムーズ。いい感じですね。キャップも純正だと思います。カムは3カムですね。1、2、3、3カムになります。絞りなども普通に正常に動いてます。レンズも普通に見てる限り普通に綺麗です。スカッとしてますが、ホコリがちょっと見えますかね。で、ペンライトで見るとやはりスレみたいのも多少はありますが、まあ抜けはいい方だと思いました。あと前玉にやっぱり多少吹きスレみたいのはありますかね。ちょっと表面スレとか汚れはあるようですが、まあ、基本的には全く問題ないと思います。まあ、細かいことですが、このカニ目のとことか、ひどいガリガリの傷ではないですが、カニ目当てた、こうバラした跡が微妙に分かりますかね。まあ、当然分解すれば工具は当てるのでね、まあ、仕方ないといえば仕方ないんですが、こちらもそうですね。少しよく素人が滑ってガリってなってるような感じではないですが、まあ開けたような跡ですねはあります。毎玉シュッシュッとそれが何本か見えますね。ただ基本的には十分いけると思います。まあ、とにかくかっこいいですね、このレンズはね。非常にかっこいい。あと近くに結構寄れました。あとアダプターで撮った時に、ソニーのアダプターは、まあ、無限が行き過ぎるというか、この位置でオーバーインフになってましたね。アダプターの関係かもしれないです。EOS で撮ってる時はそれほどずれてるような感じはなかったので、まあ実用上問題ないとは思います。フードがついた状態です。